よく考えてみるよ。今ね、漫画描いてんだけど、その時にこんなカメラがあって落ち着いてペン入れできるか、すごい迷惑だけど、来たんだったら仕方がないから諦めて案内するね。どうも漫画家の藤田勝弘です。どうぞゆっくりしてってください。いや、ゆっくりしていくな、早く出ていけよ。じゃあペン入れするかな。アレグラとか。あ、といたら。じゃないですか。うん。あ、大丈夫、市販薬。あ、だって市販薬だったら。ああ。あ、これ持ってるやつ。何個？え、あ、え、一日2錠です。2錠。はい。床暖のスイッチを消しましたけど、針の踏み取ったり、はい、先生、入り口のここのサンデーの表紙は先生が作品の表紙になった。ああ、そうですね、今までなったやつのやつです、はい、ここに。先生、なんでか なんでしょうねシルバニアファミリーですね。あるのがもったいないから飾ったのかもしれないし、もうその飾った時のこともうろ覚えで覚えていないという、ね、先生、ちなみに非常に、はい、こちらの方はそれはね、この漫画描いたんですけど、これのつもりですね。これが本当にこれをの元にしてというかいや、これ書いた後にこれ見つけたから面白いなで、せっかく網があるんだから、逆さまにぶら下げるものないかないか、ないですからね、これぐらいです。なるほど。はい、本棚を見させていただきたいので先生よろしいでしょうか。本棚ですか。はい、動くんですよね。そうですね、動きます。なんだあるんですか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11ぐらいまで全部埋まってますか。こっち一番端っこの方はね、模型とかの資料が乗っかってますね。総合テレで使ってる棚がこっちですよ、ね、あ、それだと嬉しいです。妖怪物書いてる時には、うん、本棚その連載が終わったら入れ替えるんですね、うん、下の資料のところに置いて、うん、今度は新しいものを買ってきてここに並べるというような感じですね。なるほど。牛音虎の時は、はい、なぜ水木しげる先生って本物ではないですか、はい、だから水木先生と同じ絵を描いちゃいけないということのために持ってきて、うん、引っ張られるから、はい、なるべく見ないようにしてたんです当然、あ、これじゃなきゃダメっていうのはありますね。あ、小学校のやつは日本の歴史ですね。ああ、それは昔から。これはね、青村先生のね、青村淳先生の書いてくれたやつは、これは小学館の出版物でも特にお気に入りです。こういうので時代物を書くときに、その時代をちょっと馴染ませてから資料として他を買っていくみたいな感じですね。まあそうですね。こういうものっていずれみんな使うでしょう、きっと。うん、それとか、総合亭を、やるのには、やっぱりこう、はい、建物の模型ですね。はい、これ、おそらくなんですけど、これ、なんで、ジオラマかなんかに使う模型ですよね。はい、これ見て書いたり してましたね。アシスタントのみんながこういうふうにやって、うん、この角度からね、うんうんうん、とか、そういうような形で。あ、こう見えるんだとかやります。写真じゃそれは表現というか、こういうふうな場所の見方で描いてねとかは難しいですか。そう、説明しやすいですね。そうですよね。パトカーとかもやっぱりどこのアングルから見てねとかいうので、模型は説明しやすいですね。そうですね。まあ、自衛官の人形ね。こういう角度だとかっこいいなとか。そうですよね。持ってみないと、この幅の状態がわからないとかね。
実際こんな風に持たないよなとか、こういう風に持つよな。あ、そうですね。そういうような感じですね。なるほど。できるだけ資料は集めたいなと思って、うん、これは今やってる消防艇で木下残花少尉が持っていたはずの、はい、鉄砲ですね。南部式の鉄砲が買ったりして、まあ、買ったりしてこう持ち方とかこう、そうですね、こういう風に持つよねとか、あった方が助かりますよね、うん、でも実際にはない、あ、いいですか、はい、ないあの模型の方が多いので、はい、これは総合手壊すですね、誠一という少年が乗ってきたその昔のあの飛行機です。ここにエンジンがついてる珍しい形の飛行機なんですけど、まあ、あった方がですね。でも、この何倍もないところからひねり出してるものもありますから。ね、セロテープで締めた。セロテープしちゃう。そうですね。はい。あと、先生の今、ここの中でお気に入りのものとか何かありますか、ね、お気に入りのもの、うん、わかんないですね。お気に入りのものか、原稿に決まってるじゃないですか。それは、今書いてる漫画の原稿に決まってますよ。あ、それからアシスタントたちね。もう本当にこの人たちがいないとできませんからね、漫画は。そこですよね。この時間の中でこの量を。まあね、今日なんて特に細かい作業を一万円でやってもらってるんじゃないかな。うん、だから毎週ね、きっとこの仕事場にお気に入りのものがあったらそればっかり見ちゃうじゃないですか。ここに集中しないといけないので、うん、まあそれはもう毎週やるためには必要ですよ。うん、お気に入りのものがないという状態が必要ですよ。そうですね。はい。あとは音楽ですよね。音楽ないとやっていけませんからね。基本的に作業中は音楽が流れてる。そうですね。感じですか。今はちょっと止めてありますけどね。この辺ですよね。はい。ハードロック系、メタル系ですか。まあ、そればっかりじゃなくて、癒し系も当然あるんですけど。うん、そこを取られると納得いかない CD もいっぱいあるから。うん、あれですね、時代がこう、先生の MD にせっかく入れたのに、最近は MD がもうほとんど再生機器がないので、ね、ですよね、はい、頑張ってこれになるんだろうそ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 う、壁にあるあたり先生が書かれたのって、うん、先生、あの辺は先生書いてた、ね、そうですね、あれ傷とかを連載の最中に増えていくもんで、はい、あそこに書いてあったらみんながそのキャラクターに傷を、はい、つけるのが分かりやすいので、はい、キャラクターはここにっていう、そうですね、また終わったら全部出してしまいますけど、はい、今週の目標とかあれは、うん、その書き換えあれ、あれね、更新しました。前はね、しっかりやるだろう、ちゃんとやるのか、毎週毎週あれは変わっていく、気まぐれです、はい、ちゃんとやったりしっかりしてる人はそんな目標立てないですよ。今お気持ちが無口禁止な、そうですよね、無口禁止なところにカメラ回して入ってきて、みんなが静かになる。もう迷惑だ。迷惑、この上もない。うちの掟が汚されてる感じ。それはずっとこっち映してるんですか。まだ全然すみません、無口厳禁なのでおしゃべりしていただいても大丈夫です。そんなことはできませんよ。みんな緊張しますからね。先生、この、はい、この棚にある作画に参考になると思われるものスクラップっていうのは、はいはい、何が入ってるんですか。何入ってたっけな、大体何入ったっけなって言ってるぐらいで使ってないんですよね。あ、服ですね、服とか、イラストとか、お盆の文字とか、
夏用の夏用のね、これね、月光条例の頃に夏が舞台だったんで、夏のものを集めてたんですよ。そうですね、入れ墨っていうのもなかなか探そうと思ったらいい入れ墨がなかったりして、あんまり、すいませんね、あんまり面白くなかった。これ夏用のシールですね。これも夏、そうですね、月光条例の頃です。これ気がつかなかったってですか。じゃあちょっと先生の机をちょっとチェックさせていただいていたんですけど、結構で長年のこう雑然としてますよ。いや、メインで使っているのが、はい、これとこれ2本ですね。G、ね、カブラペンというのと、はい、カブラペンが両脇に入ってて、それ古いやつと、ちょっと比較的新しいやつですね。これは細い、さらに細い丸ペンと、さらに新しいカブラペンですね。細さを、分けて書いてますね、はい。これに刺して使いますね。インクはパイロット。そうですね。パイロットの製図用ですね。これですね。他に使ったりするものは、そうですね。そうですね。これと、これと筆ペンを使いますね。筆ペンも使いますね。はい、筆ペンも使いますけど、筆ペン今どっかにあって、これ使いますね。これは皆さんも使っているような、ちょっと本当にたくさん使っているやつですね。その絵で名作が生まれるわけですね。みんなが使っているやつ。まあ、名作かどうかちょっと自信ないですけど、それとこれね。あ、これ。これね。これですよ。これがないと書けない。文房具ですね。これ、修正器ですけどね。青カチャと言ってますけどね。これで、修正何でもしていきますね。これをもう書いたやつを、それでちょっと違うなとかミスしたら、もうそれをどんどん消してまた書き足していく。そうです、そうです。もうこの商品じゃないとやりにくい。まあ、細さですか？長い間使ってるんで慣れですかね。ですか、はい。気になる。あと作品を書く上で、はい、よく使われる文房具とか。いえ、道具はね、悪いですけど、なんかあんまり別にこだわりないですもんね。割り箸で書くときもありますけど、これですけど、割り箸でどうやって書くんですか？割り箸でインクつけて書きますよ。このね、コントロールできないのがいいんですよね。ペン。完全に自分の意識じゃないところも、ここ出てきたり。そうですね。太くなりすぎた輪郭とかね、こう、かすれたところとか。生意気な言い方すると、こう、味が出ますよね。ああ、そうですね。本当に、なんか、毎週毎週書いてると、こう、なんていうかな。自分の絵に飽きてくるっていうんですかね。予想しないラインが。そうですね。ペンだと、やっぱりこう、コントロールはできるんですよね。それが、こういうやつだと、なかなか。ざっくりのラインは描けるけど、違う。そうですね。二重になっちゃったり、かすれちゃったり。そうですよね。だから、こういうようなもので、こう、なんていうのかな、こうメリハリっていうんですかね。そうですね。だからここぞというふうに見せるときにはひょっとしたらいいかもしれませんね。きっと見せごまですよね。きっと。バンとか見せたいところに、そうですね。ちょっとすごい印象。ちょっと目を引くというか。なるほどね。だからまあこれとの併用ですかね。先生の細かいタッチのそのラインじゃなくて、このまた大胆な感じです。ね、すごい大変。ああ、まあ、そうですね。だからたまにしか使えないんですよね。いっぱいだと水。飛び道具みたいな感じですよね。そうですね。ちょっとハッとしますよね。はい、そうですね。すごい。何かで見たんですけど、先生書くときなんか目から書く。ああ、そうですね。目から。ほら、順番が。書いてますね。わかるでしょ。やっぱりそうなんですね。そうですね。
目から描くのが一番描きやすいですね。あの決まりやすい。そうですね。まあガンダムのね、あの作画監督の富野さんじゃないや、安井小吉勝先生から舞台挨拶に来た時にちゃんとあの口でインタビューは何か質問ありますかっていう時に質問して教えてもらいましたから。目から描くのが体の向きとかいろいろ決まっていいのではないかというふうにおっしゃってましたから。もうそれを守ってかれこれ何十年って感じですね。そうですね。もう本当にね。もう癖ついちまいましたからね。先生の作品やっぱそこから始まるっていうのは。そうですね。そういうことですね。作画資料として本を購入した時とかに、はい、その本の見方とかで、ちょっと気にされてるところとかってあったりしますか？図の資料と、それから文章の資料との見方は違いますよね。うんうんうん、図の資料はその図が欲しいので、はい、その図を目当てで買いますけど、うん、文字の資料の場合は、知りたい場所が、知りたい項目が載っているかどうかですよね。ざっと目を通して、うん、線を引きながら、付箋を貼りながら、読んで、その後ノートに書き付けていくという感じですね。これタコハノートって言って、総合テコアスベシに使った、ノートなんですけど、最近全部、全部最後まで埋めましたけど、これは、こういう本を読んだよっていうような形で、心理学とか、それとか、そうですね、アーティストのためのハンドバッグとか、ブックとか、名画鑑賞術とか、そういうようなものは、こう、絵ですよね、総合体の。それを、重要なところを、書いていくという感じで頭に入れるというような感じですけど、きっと皆さん、こういうようなノートは作ってんじゃないかなとか思いますけどね。キャラクターにまつわる性格とか、その絵の部分と、ビジュアルの部分とか。これは勉強用です。下地になる勉強用です。はいはい。で、それ以外は、まあ、総合点に関する限りは、覚え書きとか、これですね。考察の。何冊ぐらい、うん、これが3で、最近のが、これか。これが4かな。これが、4冊かな。1、2、3、4冊ですね。大したこと書いてないですけど、覚え書きですわね。どうこれから作っていくかとか、それとか読んだ本とかのことを書いてあったり。でも、まあまあ。俺にとっては大切な本ですけど、読者はね、できたもので、面白くないがありますんで、こっちの方は、そっちはこっちの台所事情みたいなもんじゃないですかね。あれですね、ちょっと、これもすみません。物差しに、順番が。そうですよね。にじまないようにっていう。そうですよね。これみんなやりますよね。やってみようか。ああ、すみません。例えば、こうやりますよね。これ1円玉やってないで、線を引くと、うまく引けるじゃねえか。ここ、滲んで引っ張られちゃう。ここね、こういうふうにやって、こうなるんですよ。ギャーですよ。そんな時でも、これがあるから、ほら、消せる。素晴らしい。だから、それがないようにこれ浮かせるんですよね。そしたら、こっちの方は。こういうふうにやるわけですよ。それがないとね、さっきはうまく弾けたのが、すごいなんか、不本意。せっかく1円玉、あ、なんだ、うまく弾けるじゃねえか。いらねえっていうことかな。これ、あ、これです、これです。あ、やったーい。っていうことになりますからね。これ、1円玉が必要なんですね。アナログはね、だんだんと失われていきますからね。トーンとかもね、廃盤になっちゃうのとか、そうですよね。まだちょっと逃げ切れるかなとは思ってるんですけどね。これちょっとメールの時も聞いたかもしれないけど、はい、アロブストが、はい、
まあそうですよね、そういうセリフも来るかもしれませんね。回収しなきゃいけない伏線が山のようにありますから、それはもうなんか最初にあの飯の前に上にかけたら布巾みたいな。はいはいはい、なるほど、わかりました。では大丈夫、回収がある、分かった、はい、はい、大丈夫です、なるほど、そのために書きましたよ、わかりました。あ、すいません、行くぞ。あの1枚でどのくらいかかるんですか。そうですね、だってタコハトはあの抱えてるベイドだけだったんですよね、はい、そうです。だからああいうのはそんな時間かかない、1時間とか1時間とか人物だけ。そうですね、あれなんせ人物だけですからね。で、後ろの方はやっぱりアシスタントに書いてもらってますから。薄墨ももらいましたね。だって薄墨せっかく使ってるのはトーンを貼るのが大変だから薄墨がって書いたりします。なんせあの薄墨はおそらく気持ち悪い雰囲気を出したいがためにやってるんで、あの汚ければ汚いほどいいような感じでやってるんで、なんか何回か僕隣でねサイン書いてるところで薄墨でサイン書くって見てるんですけど、めちゃくちゃ早い本当に。あ、そうなんですか。このクオリティ信じられないぐらいスピードで書くよ、これ。早くも終わらないと薄墨使ってる得お得感じゃないですよね。すごい時間かかってんじゃないかなと思ったらもう1時間。でも全体的に漫画は時間かかる方ですよ。4日半ぐらいかかります。前面白く聞いて面白かったのは、村枝さんから多分言われた人が、藤枝さん喋るのをやめたら1日8分早く終わるみたいな。終わらないんだ。終わらないよ。喋ったり遊んだりしてなかったら1日早く終わるように作られましたね。いや、それが終わらない。喋らないと思う。圧が溜まってちゃいますよね。ネームの状態からその原稿にするタイミングって、はい、どのくらいのイメージっていうのがあったりしますか。半々かな。ネームの時にはだいたいそんな感じだといいなと思って書いて、うん、書いてみたらあれうまい具合に表現できないなってなったら、その時にネバネバ、今度ひょっとしたらグニューがうまくいかなかったらネバになるかもしれないし、だから臨機応変ですよね。その時に確かに頭の中にあるんですけど、でも書いてみたら違う時もありますもんね。その時その時ですよね。だから熱量っていうのはその自分の頭の中にあるものをどうやって表現しようかっていうような形での、はい、クソ絶対表現してやるぞっていう感じが、熱量として出てるんだったら嬉しいですけど、書いてる本人は分かりませんのですよ。あの自分の漫画に熱量が高いのかカロリーが高いのかって普通に書いてますからね、こっちは。だから受け取ってくれる人があのいい感じで受け取ってくれればありがたいなと思ってますけど。あれもう帰っちゃうの。いや迷惑だと思ったけど、だけどあんた俺の総合亭のことについて聞いていく義務があるよ。これからね、すっごいことになる。登場人物全員が、もう、活躍するような、すっごいことになるから、絶対読むように。読んで、最後まで読んで、感想を聞かせて。今、SNS とかいろいろあるでしょ。だから、感想を聞くことだけが楽しみだから、ここに来て、わざわざ仕事邪魔したんだったら、感想を教えて。まあ、気をつけて帰るのにね。まあ、嫌なことがあったかもしれないけど、それは忘れて総合亭を読むことに全力集中してください。じゃあ、気をつけて帰ってください。バイバイ。はい、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。頭とお尻がバッチリしまいました。はい。テレビ慣れしてる？いや、嫌な言い方。作品テレビ慣れしてる。